黒幕と思われている玄馬圭介ですがさらに裏のボスがいます前回の考察動画ですがだいたい当たりましたね催眠術師は高山でしたし良子をはめたのは玄馬圭介でしたただ予告動画を見る限り玄馬圭介の裏にもさらにボスがいそうなんですよね そのボスの指示で玄馬啓介は動いてたのですが、良子が邪魔になったから催眠術をかけて放送会から追放したんですかね。それでは結末を考察するために次週最終回のあらすじをお話しいたします。こんな展開ありえない。良子を破滅させた黒幕の正体は玄馬。次々に明らかになる真実に、良子と高山が反撃の呪しをあげる。 弁護士だった当時、良子に催眠をかけるよう依頼し、放送会から追放したのは玄馬だった。納得できない良子は高山に促され、玄馬グループの顧問弁護士だった頃を思い返す。すると玄馬が負債を抱えた技術系の小さな会社と合併しようと躍起になり、それに反対して揉めたことがあったと思い出す。 しかし、父親の後を継ぎ、顧問弁護士として、二代にわたって会社を支え、信頼関係を築いていたことから、その程度のことで玄馬が自分を貶めるはずがないと話す良子。いくら考えても理由がわからず、もはや本人に聞くしかないと意を決した良子は、高山を連れて玄馬の元へ向かう。あんな古速立て、私の知ってる玄馬啓介なら絶対にやらない。 嘘であってほしいと願う良子に、玄馬は驚くべき言葉を口にして。玄馬の胸の内と傷害事件の真実を知った良子。さらにシーナが拉致監禁されるという新たな事件も勃発。父親の非常な仕打ちを知ったとき、娘の組が選ぶ道とは。良子と高山、最強バディ、最後の戦いが始まる。というのが次週最終回のある筋です。玄馬がしようとしていた 不採を抱えた技術系の小さな会社の合併が予告動画に出てきていた3776計画に関連するんでしょうねこの3776計画と裏のボスについて考察したいのですがおそらく本編に何も情報がないです3776って何だろうなぁと思って検索したら富士山の高さなんですね富士山と技術系の会社そしてその会社がシーナレンズ 何の共通点があるのか、さっぱりわからないです。裏ボスもいそうなのですが、そういう人間も出てきてないと思うんですよね。だから、これはもう、見るっきゃないです。まあ、最後は、ヒカワも、ゲンマも逮捕されて、涼子と高山は、探偵を続けていくと思います。本当は、催眠のせいで、傷害事件が起きてしまったので、弁護士資格が戻ればいいのですが、まあ、そういう仕組みはないですかね。ところで、 今回の10話は、り子と高山の絆が知れたいい回でしたね。コメントでもいただきましたが、高山が裏バイトに手を染めたのは、父親の治療費のためでしたね。高山の父親があの代議士たちの被害にならなければ、こんなことは起きなかったんですけどね。涼子もよく許しましたね。まあ、高山は自らやったのではなく、指示されたからやっただけなんでね。うーん。 なんかこの事件のおかげで二人の絆がより一層強まった気がしますね。まあギャグパートに近いからいいのですが、高山の格闘シーンすごすぎますね。涼子の動きをトレースして相手を倒すって、あれ多分 IQ140 じゃどうにもならないと思います。まあノイマンの IQ300 くらいあれば可能かもしれないですけどね。ということで来週も楽しみですね。 私の動画が面白いと思っていただけたら、高評価、何卒よろしくお願いします。来週の最終回の翌日には、感想動画あげますので、そちらもよろしくお願いします。松下洸平さんの格闘シーンすごすぎと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録、何卒よろしくお願いします。Twitter などもやってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただき、ありがとうございます。 今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。